こんにちは。フリーアナウンサーの中島純子です。今回はアンデルセン作、矢崎源九郎役、裸の王様を朗読します。裸の王様、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役。今からずっとずっと昔のこと、一人の皇帝がいました。皇帝は新しいきれいな着物が何よりも好きでした。持っているお金を残らず着物に使って、いつもいつもきれいに着飾っていました。皇帝は自分の新しい着物を人に見せたいと思う時のほかは、兵隊のことも芝居のことも森へ遠乗りすることも、何から何まできれいさっぱり忘れているのでした。とにかく皇帝は一日のうち1時間ごとに違った着物に着替えるのです。ですから、よその国ならば王様は会議に出ていらっしゃいますというところを、この国ではいつも皇帝は衣装部屋にいらっしゃいますと言いました。皇帝の住んでいる大きな町は大変にぎやかなところでした。毎日毎日よその国の人たちが大勢来ました。ある日のこと、二人の嘘つきがやってきました。二人は、私どもは機織りでして、皆さんの思いも及ばない美しい織物を織ることができます。それに、その織物は、色と柄とがびっくりするほど美しいばかりではございません。その織物でこしらえた着物は、まことに不思議な性質を持っておりまして、自分の役目にふさわしくない人や、どうにも手のつけられないようなバカ者には、この着物は見えないのでございます。と言いふらしました。ほう、それはまた面白い着物だな。と皇帝は考えました。そのような着物を着れば、この国のどの役人が役目にふさわしくないか、知ることができるわけじゃな。それから利口者とバカ者を見分けることもできるわけだ。そうだ、早速その織物を織らせるとしよう。そこで二人の嘘つきにたっぷりお金をやって仕事にかかるように言いつけました。二人は旗を2台据え付けて、いかにも働いているようなふりをしました。けれども本当は旗の上には何にもなかったのです。二人はすぐに、一番上等の絹と一番立派な金をください、と願い出ました。ところが、絹と金とをもらうと、それをさっさと自分たちの財布の中に入れてしまいました。そして空っぽの旗に向かって夜遅くまで働いていました。織物はもうどのくらいできたかなと皇帝は考えました。けれどもバカなものや自分の役目にふさわしくないものにはそれが見えないという話を思い出しますと、ちょっと変な気持ちになりました。もちろん自分はそんなことを気にする必要はないと思っていましたが、それでもひとまず誰かを先にやってどんな具合か見させることにしました。もうその頃には町の人たちもこの織物が世にも不思議な性質を持っていることを知っていました。みんながみんなお隣に住んでいるのは悪い人ではあるまいか、それともバカではなかろうか、知りたいものだと思っていたのです。旗織りのところへは、あの年取った正直者の大臣をやることにしよう、と皇帝は考えました。あの男なら、織物がどんな具合か一番よくわかるに違いない。頭もいいし、それにあの男くらい役目にぴったりのものはまずないからな。そこで年取った正直者の大臣は、二人の嘘つきが空っぽの旗に向かって働いている広間へ入っていきました。どうか神様、と年寄りの大臣は心の中で祈りながら目を大きく開けました。いや、何も見えんぞ。けれども、もちろん見えないとは言いませんでした。さあ、もっと近寄ってご覧ください。いかがでございましょう。柄もきれいですし、色合いも美しいではございませんか。などと嘘つきどもはしきりに言いながら空っぽの旗を指さしました。気の毒に年寄りの大臣はなおも目を開いてみましたが、やっぱり何にも見えません。それもそのはず、旗には何にもないのですからね。これは大変だ、と大臣は思いました。このわしがバカだというのか。そんなことはまだ考えてみたこともない。それにしてもこれは人に知られてはならん。このわしが役目に向かんというのか。こりゃいかん。織物が見えないなどとうっかり言おうものなら大変だぞ。いかがでございましょう。何ともおっしゃっていただけませんが。折っていた一人が言いました。おお、見事じゃ。まことに美しいのう。と年取った大臣は言って眼鏡でよく眺めました。この柄といい、色合いといい。さよう、わしは大変気に入ったぞ。皇帝にそう申し上げておこう。それはまことにありがたいことでございます。と二人の旗織りは言いました。それから色の名前や珍しい柄の説明をしました。年取った大臣は皇帝のところへ戻っても同じことが言えるようによく気をつけて聞いていました。そしてその通りに申し上げました。さて、嘘つきどもは前よりももっとたくさんのお金と絹と金とを願い出ました。そういうものが反物を織るのに必要だというのです。ところがそれをもらうとみんな自分たちの財布の中へ入れてしまいました。ですから旗の上には相変わらず糸一本張られません。それでも二人は前と同じように空っぽの旗に向かってせっせと働き続けました。皇帝は間もなく今度は別の正直なお役人をやって仕事はどのくらい進んでいるか、織物はもうすぐ出来上がるか見させることにしました。このお役人も大臣と同じでした。何度も何度も見直しましたが、何にも見えません。空の旗のほかには何もないのですから、それも無理もない話です。いかがでしょう。美しい織物ではございませんか。二人の嘘つきはこう言って、ありもしない美しい柄を指さしながら説明しました。俺がバカだなんてはずはない。とこの役人は考えました。そうするとこの俺は今のありがたい役目に向いていないというのか。おかしな話だな。だが人に気づかれんようにしなくてはまずい。そこで見えもしない織物を褒めて、きれいな色合いも美しい柄もすっかり気に入ったと受け合いました。そして皇帝には、はい、まことに例えようもないほど美しいものでございます、と申し上げました。町の人たちは寄ると触るとこの素晴らしい織物の噂ばかりしていました。さて、皇帝もその織物が旗にあるうちに一度見ておきたいと思いました。そこで襟抜きのご家来を大勢連れて、ずるい嘘つきどものところへ行きました。ご家来の中には、前にお使いに行ったことのある二人の年取った正直者のお役人も混じっていました。嘘つきどもはこの時とばかり一生懸命に織っていました。けれどももちろん一筋の糸もありません。まことに素晴らしいものではございませんか、と正直者のお二人のお役人が言いました。陛下、よくご覧くださいませ。なんという良い柄、なんという美しい色合いでございましょう。こう言いながら、二人は空の旗を指さしました。なぜって、他の人たちにはこの織物が見えるものと思ったからです。いや、なんとしたことじゃ、と皇帝は思いました。わしには何にも見えんわい。こりゃえらいことになったぞ。このわしがバカだというのか。わしは皇帝にふさわしくないというのか。わしにとっては何よりも恐ろしいことじゃ。けれども、口に出してはこう言いました。おお、なるほど。実にきれいじゃの。大いに気に入ったぞ。こう言って満足そうにうなずきながら空っぽの旗をよくよく眺めました。もちろんわしには何も見えんなどとは言いたくなかったのです。お供の人たちもキョロキョロ見回しましたが、みんな同じこと。何一つ見えません。けれども、誰も彼も皇帝の真似をして、大変おきれいなものでございます、と申しました。そして口々に、近いうちに行われるご行列の時に、この新しい立派なお着物をお召しになってはいかがですか、と勧めました。見事なものでございます。おきれいです。素晴らしゅうございます。こういう言葉が人々の口から口へと伝わっていきました。みんながみんな心から満足している様子を見せました。皇帝は嘘つきどもの一人一人にボタン穴に下げる騎士十字勲章を授け、また御用織物章という称号をも与えました。嘘つきどもは行列の行われる日の前の晩はろうそくを16本以上もつけて一晩中起きていました。二人が皇帝の新しい着物を仕上げようとして忙しく働いている様子は誰の目にもよくわかりました。二人は織物を旗から取り上げるようなふりをしたり、大きなハサミで空を切ったり、糸の通っていない針で縫ったりしました。そうしてしまいに、ようやくお着物が出来上がりました、と言いました。皇帝は身分の高い宮内官を連れてそこへ行きました。すると嘘つきどもは何かを持ち上げようとするように片方の腕を高く上げて言いました。ご覧くださいませ。これがおズボンでございます。これがお上着でございます。これがお街灯でございます。などと盛んに申し立てました。この置物はまるで雲の巣のように軽うございます。ですからお召しになりましても何も着ておいでにならないような感じがなさるかもしれません。しかしながらそれこそこの置物の優れたところでございます。さようかと宮内官たちは口をそろえていました。けれどももともと何もないのですから何にも見えませんでした。恐れながら陛下には「お着物をお脱ぎくださいますよ」と嘘つきどもは言いました。私どもがこの大鏡の前で新しいお着物をお着せ申し上げます。皇帝が着物をすっかり脱ぎますと、嘘つきどもは出来上がったことになっている新しい着物を一枚一枚着せるようなふりをしました。それから腰のあたりに手を回して何かを結ぶような手つきをしました。つまりそれはもすそというわけだったのです。皇帝は鏡の前で振り向いてみたり、体をねじ曲げてみたりしました。本当にご立派でございます。まことによくお似合いでございます。とみんなが口々に申しました。柄といい、色合いといい、なんという結構なお着物でございましょう。皆の者がお行列の際にお差し掛け申し上げる天外をもちまして、外でお待ちいたしております。と式部長が申し上げました。よろしい。わしも用意ができたぞ。と皇帝は言いました。どうだ。よく似合うかな。それからもう一度鏡の方を振り向きました。こうして自分の着飾った姿をよく眺めているようなふりをしなければならなかったのです。もっそを捧げる役目の侍従たちは両手を床の方へ伸ばしてもっそを取り上げるようなふりをしました。こうして何かを捧げているような格好をしながら歩き出しました。何にも見えないということを人に気づかれては大変です。こうして皇帝は行列を従えて美しい天蓋の下を歩いていきました。往来にいる人々も窓から見ている人たちも誰も彼もが口々に言いました。まあまあ、皇帝の新しいお着物は例えようもないじゃないか。お服についているもっそもなんて立派だろう。本当によくお似合いだ。みんながみんな何にも見えないということを人に気づかれまいとしました。さもなければ自分の役目にふさわしくないか、とんでもないバカ者だということになってしまいますからね。皇帝の着物の中でもこんなに評判の良いものはありませんでした。だけど何にも着ていらっしゃらないじゃないの。と出し抜けに小さな子供が言い出しました。ちょいと、この罪のない子供の言うことを聞いてやっておくれ。と、その父親が言いました。そして子どもの言った言葉がそれからそれへとささやかれていきました。何にも着ていらっしゃらない。あそこの小さな子供が言ってるとさ。何にも着ていらっしゃらないって。何にも着ていらっしゃらない。とうとうしまいには町中の人たちが一人残らずこう叫びました。これには皇帝も困ってしまいました。というのは、みんなの言うことの方がなんだか本当のような気がしたからです。しかし行列は今さら取りやめるわけにはいかないと思いました。そこで前よりも一層胸を張って歩いていきました。侍従たちもありもしないもっそを捧げて歩いていきました。いかがでしたか？今回は裸の王様を朗読しました。このチャンネルではあなたの作品もお待ちしています。あなたが書いた文章や絵本などよかったら送ってください。私が朗読いたします。それでは次回もどうぞお楽しみに。